ありがとうございました。もうどんどんキューバから面白い、ね、レコードも出てるし、また前にも本当はかけるべきだったけれども漏れてしまったものがあったりとか、とにかく、キューバ第2弾、キューバだけじゃないですね、キューバ関係関連か、ちょっと面白い特集ですけどね、聞いてください。まずはこれもまだリクエストなんですけど、仙台の森山敏郎さんからいただきました。オルケスタアラゴンの最新作の中から、選曲は任せますと。ありがとうございました。このオルケスタアラゴンというグループは60年の歴史を持つグループで、僕は割と最近になって初めて恥ずかしながら聞いたんですけど、素晴らしいグループですね。もちろんメンバーは何度も何度も入れ替わっていますが、その最新作ラチャランガエテルナというのは、それでも彼らのこれまでの、歴史を十分踏まえた上で、新しい要素もちょっと入れてる、レコードなんです。その中からとりあえずソン・アル・ソンという曲を聴いていただきましょう。Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche, que melodiosa cantó. El son tiene la alegría del canto del tomeguín, y si tú no lo sabías, es el padre del viquín. Se extiende veloz de San Antonio Maicí cuando lo canta la voz de Miguelito Cuní. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi sol entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi sol entero. Chapotín y con versos de Guillén. Aquel que dijo que al son le estaba llegando el fin, que no me venga llorando cuando suene el cornetín. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. El son como el romerillo que conserva la salud, pregúntaselo a Portillo, a Portillo de la Luz. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar y me le quieren cambiar hasta el mismísimo nombre. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son. Ay, mi tierra linda, linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Porque eres linda y en el corazón te llevo, para ti es esta canción y siempre eres lo primero. Mi tierra linda, mi tierra bella, eres la reina del Caribe, la más hermosa doncella. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
la canción y yo te amo y yo te quiero. Tú me das la inspiración para hacer la melodía y en el corazón te llevo. El son es de aquí y con todo el corazón cantacheo para ti. Eres preciosa, eres gigante y tú inspiraste César Portillo, tu son entero.通りストリングスとフルートが、なんといってもトレードマークのグループオルケスタアラゴン、アルバムタイトルはラチャランガエテルナ、その中からソンアルソン聞いていただきました。あのフルートの演奏はちなみにエドワルド・ルビオという人が担当しています。ボーカルはこれちょっと CD のブクレットが分かりにくいんですけどチェオ・フェリシアノだと思います。ゲストボーカリストがいろいろと入ってて曲によって例えば1曲パパウェンバが歌ってたり、またあのブイナビスタの、一員というかあれに参加している女性オマーラ・ポルトオンドが歌っている曲もあったりします。パパウェンバというのはもちろんコンゴの人なんですけど、まあ、昔ザイールと呼んでましたけど、そのアフリカあのもちろん、コンゴの音楽はルンバの影響を受けたものが多いですね。でコンゴに限らずごめんなさい、西アフリカの方でもかなりキューバ音楽の影響が強かったんですね。何度かこの番組ですでに紹介しているシェイクローの新しいアルバムの1曲目にンベデミという曲が入ってるんですが、これももともとキューバのあの人なんだっけな、なんとかポルあ ギエルモ・ポルタバーレスという人が作った、曲の要するにアフリカの、セネガルのウォロフ語に書き換えた、ものなんです。でこの曲に演奏しているのがオルケスタアラゴンの前のフルート奏者だったリチャールド・エグエスという人なんですね。続いてそれも聞いていただきましょう。シェクロンベデミ、Let me dal mundo sonora, let me dal mundo guarona.
linda la lleva. Lula in it very miss my wayo, drop more bom am dang la lleva. ものすごくかっこいいねこの曲、シェクロンベデミ、この曲が入ってるアルバムは本当は2月に出る予定だったんですけど、延期になって4月に、発売されることになってます。日本でちゃんと出ます。欲しい方はもうちょっとご辛抱ですね。その前のオルケスターラゴンはもうすでに日本で、ちゃんと流通されていますので、一応輸入版にちゃんと日本語の解説、それも豊富な解説をつけた形になっています。さてキューバとアフリカの関係をさらにもうちょっと、突っ込んでいくと、ブエナビスタソーシャルクラブがあの形になったのはある意味で偶然だったんですね。つまり、ライクーダーは、ワールドサーキットレコードのニック・ゴールドという人に依頼されて、キューバに行きましょう、それであなたと西アフリカのミュージシャンたちで、キューバの音楽の影響を受けたそのアフリカの人たちと一緒にレコードを作りたいと、でライクーダーもそれに乗ってハバナに行きました。そしたらそのアフリカから来る予定だったミュージシャンたちは、パスポートを持ってなかったか、ビザが下りなかったか、何か、そういう手違いがあってドタキャン食らったと。でしょうがないからっていうと変な感じになりますけど、結局キューバの、ライクーダーが昔から興味を持っていた、お年寄りのミュージシャンたちを集めてあのブエナビスタソーシャルクラブを作った、もう大正解だったわけなんですけど、そういう経緯があったわけです。でその来る予定で来なかったアフリカのミュージシャンっていうのは、オーケストラバオバブというグループにいた人たちなんですね。このオーケストラバオバブというグループは80年代のというか70年代から80年代にかけて、セネガルでもものすごい人気があったらしいですね。もう60年代ぐらいからキューバの音楽はセネガルで非常に人気があって影響力もあったわけなんですけど、このオーケストラバオバブの82年の伝説のセッションと、書いてあるんです。 CD にはパイレーツチョイス、海賊の、チョイス、選んだもの、ということなんだけど、なぜパイレットなのかよくわかんないです。別に海賊版というわけではないみたいなんですけど、とにかくこれは素晴らしいレコードで、その中からウトルホラスという曲を聴いてもらいます。
Thank you.
Sara, Sara Fossa, Sara Fossa, com fé como Sara.音楽そのものもゆったりしてるし、フェードアウトまでゆったりしてましたね。オーケストラバオバブ、ウトゥルホラスという曲でした。これはきっとアンコールリクエストが来るだろうな。待ってますよ。あのギター、あのリードギターはバルテレミアティソという人が担当していました。音質は確かにちょっと海賊版っぽいんですが、ちゃんと発売されている CD です。82年の録音、レジェンダリー1982セッションパイレーツチョイスというタイトルのアルバムです。ジャケットもまたすごく印象的でね、もうシュールレアリスティックとしか言いようがない立派なバオバブの木に、これは自然光なのかな、すごい本当に印象的なジャケットです。出たのが89年のライナーノーツですから、まあ、89年から90年でしょう。10年経ってるから、僕はロンドンでもうやたらに探し回ってやっと見つけたレコードだったんですけど、皆さんもしあのこんなの探すのもめんどくさいという時はぜひ、アンコールリクエストしてください。オーケストラバオバブでした。さて、そのブエナビスタソーシャルクラブなんですけど、もうご存知の方も多いと思うんですが、8月に、来日することになっています。どのメンバーになるか僕もまだ細かくはわからないんですが、イブラヒム・フェレールと、ピアノのルベン・ゴンザレスの2人は確実に入っているはずです。とにかく8月ですから、夏休みの計画は、気をつけてした方がいいかもしれませんね。今年はそのイブラヒム・フェレールのスペシャル EP というのは日本だけで発売されてるんですが、他では手に入らない曲は1曲だけなんですけどね。でもそうじゃなくて、これでいこうかな。ライクーラのギターもフィーチャーされているシレンシオ。Azucenas, los nardos y las rosas, mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieras lo que estoy sufriendo por mis penas, llorarían también. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. Thank you.
イブライム・フェレールとオマーラ・ポルトオンドのデュエットでシレンセオでした。ウィン・ベンダーズのあのブエナビスタ・ソーシャル・クラブの映画を見た方はよく覚えてると思います。この曲の録音風景も映画にも出てきますね。さて次は、アフロ・キューバン・オールスターズです。ブエナビスタを結局アフリカの人たちではなくキューバの人たちだけで作ることになった時に当然ミュージシャンを集めなきゃいけない。でその集めてくれた人はファン・デ・マルコスという人なんですね。彼がなんかそのブエナビスタで一番損したというよりも得しなかった、人のようで、自分の名前がそんなにね前面に出てきたわけじゃないので自分の役割が少し過小評価のところがあったみたいですね。でアフロ・キューバン・オールスターズの新しいアルバムではしっかりとファン・デ・マルコス・アフロ・キューバン・オールスターズとなっています。ディスティント・ディフェレンテ、独特のものということかな、というタイトルのアルバムなんですけどこの中からガンディンガ・モンドンゴ・サンドゥンガというなかなか語呂のいいタイトルです。
はい、アフロキューバンオールスターズ、ガンディンガモンドンゴサンドゥンガという曲でした。さてちょっと変わった曲が続きます。チャーリー・マセル・ホワイトというブルーズのハーモニカ奏者で有名な人がいます。白人なんですけど、彼の新作でコンティネンタル・ドリフターっていうアルバムがあります。これを貸してくれた、鷲津伊佐夫さんにまず感謝しなきゃいけない、ありがとうございました。それでこれがなんとね、これもあのボエナビスタに参加していた、あの人です。エリアデス・オチョア、というあのゴアヒーラスタイル、つまりあのちょっと田舎風のスタイル、ギターが中心のねスタイルの音楽をやる人なんですけど、クアルテット・パトリアというグループを持ってて、これも去年、なかなかいいアルバムが発売されたんですが、このエリアデス・オチョアのバックでチャーリー・マセル・ホワイトは例のあのボエナビスタの1曲目に入っているチャンチャンをやってるんですね。これはへーとジャケットを見て思っていたんですが、聞いたらなかなか良くてね、他にもエリアですと一緒にやってる曲が数曲あるんですが、今日は、チャンチャンを聞いてください。De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Memphis is on a high hill, and I'm from just below. When is my time to leave this place? Will anybody care or know? De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. A fish can fight his way upstream to die where he came from. But the stream ran dry so long ago, he's lost his only home. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. In the face of hunger, a child stares all alone, waiting for his mother in a dark and empty home. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Minutes seem like hours, the years go flying by. Once I was that child by my poor mother's side. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. On the levee, please make my dying bed so I can watch the river and hear what the river says. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a
Puerto voy para Mayarí. いい発想だな。これもチャンチャン、このバージョンではチャーリーズブルーズになってますけど、チャーリーマスルワイト、バックはエリアデスオチョアのクアルテットパトリアになってます。このバックでやってるのは4曲、あとはもうちょっとストレートなブルーズでやってるんですけど、なかなかこれはいいアルバムでした。コンティネンタルドリフター、これは去年出たレコードですね。さて、先週の北アフリカ特集でムスタファという曲をかけましたね。でそのアルバムは全部いろんな人たちがムスタファをいろんな解釈をするというものだったんですが、これを出したのはね、フランスのある洋服メーカーなんですね。でこの洋服メーカーはなんか自分のレーベルを持ってていろんなレコードを出してるんですが、そういう北アフリカ風のものは割と多かったんですが、その他にもう一つね、ハバナムードというなかなか面白い2枚組の CD があります。そのジャケットになっているのはハバナの相当古い、ちょっともうゲットというかそのように見える建物の上から撮った風景写真なんですけどね、その後いただいた資料によると、この多分会社の社長自身あるいはあのファッションデザイナーだと思うんですけどね、ジャン・トゥイトゥという人なんですけど、自分で撮影したものなんだそうです。その街並みはマフィアの大物アルカポネが宿泊したという部屋からジャン自身が撮影したものだと、書いてあるんです。このジャン・トゥイトゥという人は去年ビル・ラズウェルとあのプロデューサーでミクサーで、まあ、リミクサー最近そういう風になってますね、あとベース奏者の人、彼と写真家のジャン・バプティスト・モンディーノと3人で、ハバナに行ったんですって。ジャン・バプティスト・モンディーノっていうのも懐かしい名前で、僕が昔、ミュージックビデオの番組を初めてやってた頃、彼が作ったミュージックビデオの傑作っていうのが、たくさんあったんです。もともとファッションの写真家なんですけどね、まあ、とにかくその3人がキューバに行きました。それでセプテート・ナショナルというグループの録音、これは新しい録音なのか古い録音なのか全然わからないんですけど、彼らの演奏で1枚の CD があります。でもう1枚、これ2枚組ですから、もう1枚の方はその彼らの音源をビル・ラズウェルがリミックスしているというダブバージョンになってるんですね。これも非常に面白いレコードなんですけど、そのストレートマスターというやつとラム&ベース、ドラム&ベースじゃなくてラム&ベース、キューバですからね、のダブバージョンと、2つのバージョンで同じ曲を聴いていただきます。その曲のタイトルは、アイ・エル・バイ・ベン・デ・ミ・カレータというものです。Acerca la madrugada, los gallos están cantando. Se acerca la madrugada, los gallos están cantando. Y yo sigo improvisando, que está llegando la mañana, sí. Cuando llegaré, pa
cantar. Solo yo te digo, nena, si tú me quieres besar, vete a la catedral, que el negrito está cantando. Thank you.
確かにキューバはジャマイカのすぐ近くなんですけどね、それでも賛否両論はあるんだろうな。僕は個人的にかなり好きなんですけど、アバナムードという2枚組のアルバムです。これは輸入版だけなんですけどね、僕はたまたま発見したんですが、うん、面白い。片方がセプテート・ナシオナルという大変有名なグループのストレートバージョン、でもう片方はビル・ラズベルのダブバージョンというふうになっています。ちなみにビル・ラズベルが去年イマジナリー・キューバというもう一枚のアルバムを作ったんですが、こちらの方は、日本国内でも出ています。あっちはもっとこうなんか曲単位になってなくてね、アルバム全体で一つの組曲みたいな非常に幻想的な、アルバムでした。さて、レビューコーナーに移ります。今週はシェルビー・リンというアラバマ州出身の女性歌手です。横田真一さんからこんな E メールをいただきました。シェルビー・リンの I am シェルビー・リンには完全に参りました。打作が一曲もなく全曲が素晴らしい。曲調も編曲も多彩で起伏に富んでいて、おまけに曲の流れも申し分なく、全部通して聴くとさらに感動が深まります。それに何と言っても彼女の声がとてつもなくいい。そんなに長い曲はないわけだし、 4,5 曲まとめてかけてみんなをこのアルバムの虜にしてしまいましょう。ピーターさん、全く僕が考えてるのと同じことなんですけど、本当にねアルバム全部でね 32,3 分ぐらいしかないんじゃないかな。10曲入りでもう終わった途端にもう一回またもう一回となるような、本当にねこれは今年のベストの一つになること間違いない。彼女はもう10年以上やってて、最初はカントリーの世界でやってたんですけどね、もうデビューした時はまだ18歳かなんかで、もう右も左もわからないような感じで、ナッシュビルの体制的な、音楽業界の中にこう組み込まれようとするとすごく抵抗して、それが嫌だったので随分ねいろいろと苦労したみたいなんですけど、今度のアルバムは5作目で、彼女が、ラジオでシェルル・クローのチューズデーナイト、ミュージッククラブだっけを聞いて、これだ、これをプロデュースした人に私はお願いしたいと思ったらしいですね。そのビル・ボトレルという人に連絡を取って、結局ほとんどの曲彼と共作したわけなんですけど、かといってそれほどシェルル・クローっぽいわけでもない。あのなるほどなと思う曲が 2,3 曲あるんですけど、もうとにかくいろんなタイプの曲があります。これはとにかくもう今月1枚しか買わないんだったらこれでも絶対に損しないという、そういう感じのアルバムです。はい、I am Shelby Lynn から、横田さんがおっしゃる通り4曲、聞いていただきます。冒頭の2曲と最後の2曲なんですけど、タイトルを言うと Your Eyes, Leaving, Where I'm From、 そして Black Light Blue です。
Well, I guess this is the thing. Reality is at home. No need in putting it off anymore. Just turn away and let me walk out the door. You thought you had it all. Time for me to spend some time alone. I'm tired of trying to make this your happy home. I'm leaving. Say, this time is for good. You should have treated me the way you said you would. Hey, I'm leaving. Say, and you can't make mistakes. I know it's gonna be hard on you once it really hits you that I'm gone. Spent too much time trying to make things right. I really knew all along. You'll be okay in time. Walk around and try to find us. Take a look at what you made. I'm leaving. And this time is for good. This ain't no Margaret Mitchell, where the oak tree meets pines. I know it might sound kind of simple, Lord, but it's mine, oh, it's mine. Thought I heard a log man cutting timber down a Mississippi line. I'm up the old Tom Bigby River, high as a pine all the time. Elegant on les bateaux passant, bent on la flotte avec du vent. All I'm trying to say is I'm never far away from Alabama frame. Jubilation rising on the bayou, celebration in the wind. Father Pat gives benediction across the Coden Bridge again. Crickets spreading rumors by the shoreline, with the lonesome lady wine. Crab trap full of nothing. I'm high.
as a tad all the time. Élégant, mon les bateaux passant, bellant la flotte avec du vent. All I'm trying to say is I'm never far away from Alabama frame of mind. All I'm trying to say is I'm never gonna stray from Alabama frame of mind. Ooh. is what you'll never do. There you stand alone. Black light blue. これでジミー・スコットに行きたいっていう感じだよな。
や苦労しなきゃこんな声は出ないと思います。シェルビー・リンのアルバム I am シェルビー・リンから4曲聴いていただきました。 Your Eyes, Leaving, Where I'm From、 そして Black Light Blue、 これは本当に傑作です。さて先週の番組でウディーマンとボブ・ブロズマンという2人のアクスティックギタリストの曲を聴いていただいて、来日すると言いながらもその詳しいことが分かってなかったんですね、というかチラシを持ってくるのを忘れただけなんですけど、今日はちゃんと持ってきましたからもう1回聴いていただいて、日にちコンサートの日程をお伝えします。3月3日金曜日は東京の吉祥寺、3月4日土曜日が名古屋の今池にあるライブハウス、それから5日日曜日は大阪の梅田にあるまたライブハウスなんですけど、この2人のコンサートが3月3日4日5日と続きます。 Get Together という2人で出したアルバムの中から今度もまた南部に関係した曲です。 Bentonia Dreams というタイトルなんですけど、 Bentonia というのはミシシッピ州の南部にある町の名前で、スキップ・ジェームズという伝説的なブルースマンの生まれたところとして有名です。ではボブ・ブロスマンとウディマンでベントニア・ドリームズ。
最後に聴いてもらっているのがオキというアイヌのミュージシャンのレコードなんですけど、この人は明日コンサートをやるんです。実は三重県三雲町というのかな、三雲町というのかな、その三雲というところで松浦竹城祭りが行われます。ここに書いてあるのはね、地元三雲町出身の偉人、北海道の名付け親松浦竹城の功績を称えようと聖没月の2月に毎年竹城祭りを開催。アイヌ民族楽器トンコリの演奏やアイヌ舞踊をはじめ、氷の彫刻や地元三雲町の郷土芸能披露などのイベントがあるということなんです。明日27日の朝10時から午後3時まで雨天決行になってて入場無料になっています。問い合わせ先もありますけど、まあ、行けるような距離の方だったらおそらく分かると思います。沖の演奏が聴けるということなんですけど、この沖という人もすごく面白いミュージシャンで、確か神奈川県で育って、大人になってから自分のお父さんがアイヌ民族だということが分かって、自分はすごく興味を持って北海道に移って、今はこのトンコリという弦楽器を自分で作って演奏してるんですね。彼のことが以前 NHK スペシャルの DNA の特集で日本人のルーツを探るという番組で詳しく紹介されてましたけど、さてそろそろ番組がもう終わりですから、皆さんリクエストの宛先はいつものようにsunshine@banse.nhk.or.jp、 あるいは郵便番号 150-8001 NHKFM ウィークエンドサンシャインの係です。ではまた来週、ピーター・バラカンでした。